喋れるのか。あー、Nice to meet you。 次元でめちゃくちゃ大事なんで。10 違うよ、お父ちゃんと。 Right、はい、Right。 そうで始まりました、ムテチャンネル。さあ、今回なんですけども、坂井さんにお出てきました。久しぶりなんですけど、はい、そうだ、この間トイック受けたんですね。はい。どうでした？パート4が、うん、すごい難しくて、あ、リスニングね、全然ちょっと聞き取れないなって思って、うんうんうん、そういうことです。共通テストはレベルが違いますから、はいはい、全然違うので。そんな中ですね、坂井さんですね、いろんなオファーが届いてますのでそうです、各所から。いや、人気者だなと思って今後いろいろやってきますので、はい、英語絡めていかなきゃいけないんですけど、はい、喋れるのかっていう、ああ、喋れる問題が残ってきてですね今後いろいろなネイティブとも話していくことになりますので。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。ちょっと英語力鍛えなきゃいけない。まあ、実はね、IELTS やってたんですもんね。そうですね、1回だけ、はい。まあ、当時は何やってたの？当時は、アツさんの動画見て、はいはい、スピーキングで話されるテーマ振られたら、うんうん、無理やり経済学に持ってって、自分の分野に持っていく。ガデンイスリーはむずい。そんな中、先生をお呼びしたいと思うんですが、はい、AI で発音チェックをしてくれるエルサ。エルサ。レリゴーの人です。エルサ、エルサですね。エルサ、スピークの方で、坂上さんのちょっと実力をチェックしたいと思います。エルサがあるさ。まあ、エルサはですね、English Language Speech Assistant の略ですね。英語をより正しく自信を持って話せるための AI Personality Coach アプリです。100カ国以上4000万人のユーザーがいて、世界の AI 企業100にも選ばれた独自の音声認識技術により、学習者個人のスピーキングの弱み、発音、アクセント、イントネーション、流暢さ、語彙力、文法を特定し、短期間で改善することができると、現在日本国内で60万人に利用されており、英検、IELTS、TOEFL の受験者のスピーキング対策、やトイック受験者のリスニング対策として高い評価を得ています。アプリは京都大学やライス大学など世界中の教育機関や日本の地方自治体でも採用されていると。まあ同志社中学校とかでも採用されてるんですけど、坂井さんにやってもらおうかなと思います。まずあなたの母国語は何ですか？ヒンディーですか？ジャパニーズですね。ジャパニーズ。英語の発音したい理由は何ですか？トラブル、カリア、教育、エデュケーション、カルチャーですかね。カルチャー、おお、そうなんだ。では発音テスト、資格コースなんていうのもある。 Welcome. Press the speakerphone icon to hear me speak. Nice. Excellent. あなたネイティブと同じレベルです。 Nice to meet you. Nice to meet you. やり直し。言えるように舌先を口の上部に当て。 Nice じゃダメなんだね。 NiceNice to meet you. Listening game だって。どうなんだろう。選ぶんだ。聞いて。Nice night. いや、分かれたらさすがに。With. Wish. With. 無声音で発音してる。Ten. Ten. お？ Ten. Ten. 違うよ、お父ちゃんと。やば。Ten.下がなんて言ってる。あ、ten だよ。ten。ten って言ってる。ええー。の音です。わかんない。違う音です。mess。mess。うん。これだいぶさっきよりもわかりやすいね。え。と。pet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 。ええ。pet。pet。pet。何回聞く。ええー、わかんない。pet。さあ、どうしよう。いやー、よかった。よかった。意外と、あ、え、難しいですね。お、イントネーションまでやるんですね。はい。She didn't know anything about the outdoors. She didn't know anything about the outdoors. She didn't know anything about the outdoors. あと、outdoors ね。もう、didn't までダメになっちゃった。どんどんダメになっちゃった。She didn't know anything about the outdoors.She didn't know anything about outdoors. なあ、あれでっかくしてくるか、どこを強く見ればいいか分かるから、ね。Relationship ってみましょう。恋愛。Right, right. ああ、right. むずいか。Right, はい、right, right. いや、いや完全に R だったよ。Right, right. ああ、あれは聞こえる。Right って言って、うみたいなのが最初に聞こえるの。Right. Right. みたいになるでしょ。ああ。Right. そうそうそう。Right. Light と Right. ああ。Wrong.
う聞こえない？あー、わかります。wrong wrong 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 っていう wrong そう wrong wrong っていう fly fry これどう？これで聞いたらどう？ fly fry どう？ うみたいな聞こえると、こっちが聞こえましたね。こっちがうって聞こえて fly fryまあ、こっちが正解だと思いますけど。逆だよ逆だよ。ええー、あー聞こえないか。あとは、ね、例えば絶対音感がある人はもう高さで分かんの。あー Fly って言った方が、上げるの方が低く聞こえるから、はい、Fly っていうのと Fly の方が高く聞こえる。すごいじゃん、全問不正解。Alive Arrive Alive 音の Alive Alive Arrive Arriveこっちかな。あ、音の高さも違うんだよね。Arrived、うんうん、Alive Rate Late これ簡単じゃない？ Late Rate うって言ってるんだよ。 Rate、うん、Late そう、こっちですかね。あ、高さも全然違う。トゥートゥートゥーってきた。初めてまあむずいよね、うん、チャレンジです。Nice to meet you. Nice to meet you. まずまず。まずまず。あ、全体を今度はやってるわけですね。My biggest wish. My biggest wish. できました。96%。アイエルツもある。バンドレベル。いくつ取ったの、アイエルツ？スピーキング低かったですね。うん、3.5 とかだったり。全く喋れなかったですね。What do you study? I'm studying law.I study other things too, but I'm focusing on law. 全然まあこれは大変だと思う、多分ね。law とか、ちょっとノーマルにして、これだったらちょっと。はい。I'm studying law. I study other things too, but I'm focusing on law. そうね、アメリカ英語だったら law。law。イギリス英語だったら law。law。Is it a popular subject at your university? Yes, it's a very popular subject.At my university, I think it's one of the most popular programs because many students want to be lawyer. See? Popular. Ah. Do you enjoy studying it? I like some parts, but I don't like other parts. I think that's normal for a big field like law. Human rights law is my favorite part. It's interesting and also really important.Tax law is not so interesting to me. やっぱ TH ね。other. TH 出せるしない。The. Do you plan to use the subject you are studying in the future? Yes, definitely. I want to be a lawyer. I know I'll use this subject in the future since I've chosen a career. Career ね、ちなみに。Career. Career. Excuse me, I'm traveling with my baby today. Which line should I use? Please proceed to the priority line. Write the like this way. Priority. Can I leave my phone inside my bag? Please take all electric devices out of your bag and put them in the plastic bin. なかった、発音されてないね。Electronic.Devices. やっぱ S 抜け落ちちゃう癖あるね。やっぱ複数形の S 抜け落ちちゃうのは英検でめちゃくちゃ大事なので、音読問題でそれならないように注意してください。はい、Please take all electronic devices out of your devices. What about my laptop? Should I take it out of its case? Yes, and please put in a.Separate bin. Separate. Bin って何ですか？ Bin って入れ物の。あれじゃないよ。あの瓶じゃないからね。ケース。強制の位置。ああ、アクセントだね。はい。Confidential. Confidential. いや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 。見ろ。こんなにここを大きくしてくれてるんだから。デンってそこを強く読めって言ってるのに、Confidential って言うんだよ。Confidential.なんかこんだけ大きい。マーシャル。マーシャル。アーティフィシャル。アーティフィシャル。ルールがわかりますね。
IAL の1個前ですからね。ああ、アクセント本当重要ですから、発音は完璧にやるなんて無理なんで、多少間違えても OK だけど、やっぱりアクセント間違えると本当通じないので、マジで通じなくなるので、これはきちんとやらないといけないですね。はい、こんな感じで、まあ、いろんなことはできるんですけども、概要欄からですね1週間無料で体験できるものと、そして 80% オフですね、 80% オフのコードが貼ってありますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。じゃあ大学生活を頑張って。英語のさ、授業って喋ったりしないの？あ、喋りますね。全部英語で。あ、全部英語でのあるんだ。そうですね、全部英語です。じゃあよかった。そこでもじゃあみんなペラペラで留学生とかも。あ、そうか、結構上のクラスになってますね。そうですね。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.